点です。第7章、長者式の日々。逆だ。鬼滅の刃、ヒノカミ血風譚、続きをやっていきます。はい。第7章ということで、長者式の日々。結構もう後半まで来ましたね。あと第7章、第8章。あとちょっと、まあクリア後ね、ちょっとあるんですかね。ということで、多分訓練なんでね、ミニゲーム的なものがあるでしょうかなと。はい。ちょっとね、やっていきたいと思います。はい。多分ね、30分、ない、30分伸ばせるかな。微妙長で屋す敷ね。に来て数日が経ち、体が順調に回復した頃、虫柱の忍さんがにっこり笑ってこう言った。全集中の呼吸。そろそろ機能回復訓練に入りましょうか。機能回復訓練。この時は一体何のことだかわからなかったけど、これがきつかった。本当にもう心をえぐられるほど。涙が出るほど痛結い構自進分をんやじゃっって、てんのか。その次は指導役の葵さんと同期のかなお、2人との全身訓練、反射訓練、それをミニゲー何ム。度も何度も何度も面ずっ白そう。とや多り分続けた。 QTE の繰り返しみたいなね、感じかな。ボタン早で押もしだよね。全然勝てなかった。特にカナオは本当に強い。心の折れた善逸と伊之助は訓練に来なくなってしまって、でも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできない。そんな時、キヨちゃんたちが助言をくれたんだ。うまいのはできんのか。それができるのとできないのとでは、あ、天地ほど差が出るそう聞いです。たことを言ってくれてるだけか。それは全集中常駐という全く俺の知識にないものだった。全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだ。それができなければカナオには勝てないだろう。身につけるには大きなひょうたんを割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かった。あとは 頑張るだけだ。どう頑張んね。努力、少しずつでも前に進め。俺は頑毎張る日ことしか100できキロない。走っても無理だって。それから何日もかけて少しずつコツをつかみ、全集中の呼吸を続けられるようになってきた。そしてさらに時が経って、ひょうた一んつの割り。区切りとして俺はひょうたん割りに挑ひょう戦すたんることにした。割りミこニれまゲーでのム。努力が試される時だ。きっと連射でしょ、連射。今絶対にできる。こっから始まっちゃう。大丈夫ですか？そんなに盛り上げちゃって。訓練でしょ。体の調子まあがいい。第8章はね、ちょっと体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだ。配信できないのでね、やってみよう。まあ、ひょうたん割りこを。れで終わりなのかな。鬼滅学院はもああ、うね、配もう信いしちゃない。ダメなのかな。となると配全滅信だでけはど、ね、これがい最つ後っになってたこらとに訓練なにる戻かれもるんしだ。れないですね。あとは対戦をね、配信していくって感じになるのかな、今後は。氷弾割りはひょうたん割り。室内でやるより中庭でやった方がいいな。た、5個もびっくりマーク集めなきゃいけないから、外に。ああ、校長。おはようございます。あ、おはようございます、忍さん。これから訓練ですか？いえ、訓練の前に
常駐の修行の成果を試すために氷炭割りをやろうと思ってます。なるほど。やばい、でっかいの持ってくるよ。じっと見つめられると少し照れるな。今の君なら良い結果が出るかもしれませんね。本当ですか。よしよし。かまどくん。はい。あの時も言いましたが、頑張ってくださいね。君には期待していますよ。はい。最初妹を殺そうとしてたくせにまあ鬼じゃないやつにはね、優しいのか校長ひのぶは。よう炭治郎善逸遊んでんのか。お前そろそろ訓練に戻ってこないか。みんな待ってるぞ、心配してるぞ。訓練？ああ、あれはもう終わったことだ。終わったことだ。近づきになれるのは大きな利点だったけど、カナオちゃんに全く触れられないしな。ま、俺にしてはよくやったよ。うん。そういえば伊之助は一緒じゃないのか。伊之助伊之助なら裏山で遊んでるって。さて俺も遊びに出かけるの。裏山で遊んでんのか。今日はどこでブラブラしようかな。楽しいな。まあこいつは訓練しなくても強いから。こうなったら早く訓練を終わらせて、俺が二人にコツを教えてあげよう。そんな描写あったっけ。ああまあ確かあったかもしんないね。一瞬訓練してあげるみたいな。ああ増えてる。ヒロインものが増えている。よし。ダラダラーっとやるのがね結構いいですよ。ダラダラーっと。これは走れるといいですよね。特に気になる匂いはないな。こんなとこに鬼はいないね。さすがに根津子以外の。ん？木刀。ん？これは？戦逸怒りの鉄拳です。ん？あ、カナオがいる。話せんの俺。例のコインの剣はまあ先か。そう、もう出かける前か。もう一個あるから取ってから行こう。ん？あと一個あるけどな、まだ取れないのか。善逸。あのさ、氷炭割ります。連射でしょ、連射。 QT&連射。あれ、みんなどうしたの？はい、そろそろ氷炭割りを挑戦するんじゃないかって思って。鋭い。私たち待ってた。待ってたって。すごいな、よく俺がやろうとしたことを分かったね。目つきで分かった。毎日炭治郎さんを見ていれば気づきますよ。よしみたいな。俺ってそんなに単純なんだろうか。いや、
でも3人が見守ってくれるのはありがたいし、嬉しいな。うん、ありがとう。それじゃあ早速、ひょうたん割りに挑戦だ。どんな風な、ミニゲーム、ミニゲームなのかな。だって連射するだけじゃん、多分。初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど、他にどうやりようがある。全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど、リズムよくこう息を吹き込まないといけないかな。今の俺なら、そう、複雑なゲームするの難しくね。ねえと、わあははリズムゲームだ。ボタンアイコンがあって、画面中のターゲットが重なった時に対応するボタンを長押し2個セットになっている。1個目がターゲットの押し始め、重なったら離そう。ああ、そういうことですか。結構早いのかなこれな。ひょうたんアイコンの位置まで溜まったら、ひょうたんに息を吹き込もう。ロボタン連打。これ何回もできんのかな。上結構いきなり始まんの。ちょっと。よし、行くぞ。行ったの。やったー。いやー、これちょっと待って。あ、4個割んないといけないのこれね。ちょっと割れたー。1個少なかったのかな。ちょっとね、タイミング悪かったもんな。たまりが悪かったの。もう一回やれるんだね、多分これね。で、どうした？焦ってんの？びっくりしてんのか。明日、改めてカナオに挑戦だ。今度あれか。今度こそ勝ってみせる。いや、絶対勝つんだ。あのゲームができるからね、まだ。もうちょっと続くね、これね。翌日、俺は早速道場に向かい、カナオ相手に全身訓練に挑んだ。お茶です、お茶。とてもすごく素早意味がちょっとよくわかんないけどね。お茶を抑えるみたいな。全集中の呼吸常駐を捉えることができた。もうできちゃったのか。カナオを捉えることができた。ミニゲームに しづらかった。反射訓練。これはね、お茶かけ勝負だけだ。お茶をかけようとした上から抑えるって話。修行の成果。よし、揃った。よろしいですか。鬼滅学園1枚。はい。はい。わかりました。これもうすぐ終わっちゃそうだな。第7章。これクリアしたら終わりでしょ。だって多分今日こそは勝つ。お願いします。またリズムゲームだよね多分これ。それ以外には考えられない。ボタンアイコン、また同じか。同じだね。早いのか。きっと、いや、絶対勝てる。カナオの動きを
捕らえることができてる。すごい、この前とは動きが違う。こんなに喋らないからね、普通ね、カナオさんは。絵を見てる余裕がないね、これね。ああ。カナオ相手にここまでできるなんて。自分のことカナオって言っちゃってんのかな。いけたのか。シーみたいな。まあ最初だからいいだろう。とりあえずね、ちょっとミスった、何回もミスったけど、仕様が分かんねえもん。すごい、カナオに勝つなんて。お見事です。ありがとうございます。取らないの、お茶。ん、善逸、伊之助やべえみたいな。ん、やればいい。やばいよ。このままだと紋次郎に差をつけられちまう。だいぶついてる。紋次郎君が得得したのは全集中常駐という技です。ん、そう、この葉っぱのかけ方がうまい。四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。これはまあ基本の技というか初歩的な技術なのでできて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。まあできて当然ですけれども。伊之助君なら簡単かと思っていたのですが、できないんですか。まあできて当然ですけれど、仕方ないです。できないならしょうがない、しょうがない。できるっつうのは当然に、なめるんじゃねえや。性格を頑張ってください。善逸くん一番応援しています。個人の性格に合わせたね、葉っぱのかけ方というか。それから9日、善逸と伊之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し、あっという間にコツをつかんだようで、全集中常駐を得得した2人は全身訓練も反射訓練ももともとすごいやつらだからね。これで3人揃って訓練が完了した。さあ、ということでもうね、でもとても力をつけることができた。7章終わっちゃう。リオみたいな。まだちょっとあるか。問題なさそうですね。診察は以上です。体はもう大丈夫ですから安心して任務に邁進してください。じゃあ訓練はもう。はい、あとは実践あるのみです。はい。あ、そうだ、忍さん、一つ聞きたいことがあって。何でしょう。日の神神楽って聞いたことはありますか。ありません。え、あ、早い。じゃあ火の呼吸とか。ありません。炎の呼吸ならあるけど。実は俺の子供の頃の話になるんですが。なるほど。なぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた。私でわかることは、炎の呼吸はありますが火の呼吸ではないということ。え、同じではないんですか。私も司祭は分からなくてごめんなさいね。ただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれません。カラスにお願いしましょう。ありがとうございます。煉獄さんにいろいろと聞いてみます。では失礼します。かまどくん。はい。期待していますね。はい。ああ、もうこれ寮でしょ。あ、まだ続くんだ。あれかな、煉獄さんとこ行くのか。よし、行こう。おお、まだある。もうなんか出かけようとしてる。第8章にちょっとかかっちゃってんじゃねえのこれ。
こいいね、蝶屋敷のこの再現されてる感じが。ちょっといっぱいいろいろあるんだけど、ちょっと待ってくれよ。集めさせてくれ。これは、いっぱいあるよ。ちょっとこっちから行くか。やっぱこういうことでね、ちょっと引き伸ばさないとなかなかすぐ終わってしまう。もう10分ぐらいで終わっちゃうもん、これがなければね、物語的には。汚れてるって。まああの報奨パネルはほねえ、ちょっと解放したくはなりますよね。またかよこれ。こういうことをして回るのか。結局配信のねプレイ内で全部拾ってるけど、これでも拾っておかないとねすぐ終わっちゃうっていう弊害が。あれこれまだねあるな。またちょっと移動したらね取れるんでしょうか。いや、こういう日本的なね家いいよな、なんかすごいなんか穏やかな雰囲気で。みなさん、お達者でー。みんな、俺と別れるのが。これ無限列車に行くのが、このまま行くんだっけ。善逸さんは少し女の子に対して、あら、デリカシーを持たないとみたいな。はい、おわするでもちょっとは俺がいなくなって悲しいでしょ。いいえみたいな。悲しくありません。炭治郎さん、体を大切にしてください。無理をなさらないよう、いっぱい鬼を倒してください。うん、今までありがとう。じゃあみんな行ってきます。はあ、刀を鋼塚さんが持ってくるっていうのは描写なかったね。そういうなんか削ってるのをどんどん入れていけばね、もっと時間は。ああ、無限列車の話もちょっとかかっちゃってるよね。やっぱり鎌田君はまっすぐで、努力し積み重ねることができます。それによる伸びしろは期待以上のものでした。そして何より彼には鬼舞辻を倒すというはっきりとした目的があります。それについては私も同じ意見だ。あと、かまどくんのお父さんが火の呼吸を使っていたと本人から聞きました。ほう。現状ではまだ力不足であることは否めませんが、縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうか。そうだね。鬼になっても人を食わない妹のことや鬼舞辻との遭遇について考えてみても、炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれない。もう第7章ついに終わりましたね。はい、コチョシノブ出てくるよねこれ多分ね、プレイヤブルキャラクターとして。うん、いっぱい出てきた。ちょっとあれか、ひょうたん割と薬ゆかけでちょっとエースちょっとねエースを取んないといけないのか。何度でもできる。うん、なるほどね。
包丁忍ぶ。すげえいっぱいあのムービーがあるね。まあこれもちょっと別途ね、ゆっくり見ていきたいと思いますが、次のね、第8章は、配信をしてはいけないってなってるっぽいので、一応、もう一回ガイドライン見直してね、生配信だとダメなのか、録画なら、多分録画でもダメだと思うんですけど、で、ちょっとまあ8章ね、別でやっていきたいと思いますが、鬼滅学園の方もね、撮っていいんだか、配信していいんだかちょっとわかんないんですけど、それも調べた上でもし上げられるものだったらね、続きをやっていきたいと思います。で、ちょっとね、対戦の方をね、ガンガンやってハマったら、もしかしたら配信やるかもわかんないですので、機会があればちょっと上げていきたいと思います。はい、それでは、ね、今日はね、第7章終わりということで、これで、プレイの方を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。回転でした。